こんにちは、どんこです、今日の動画はホヤ・カリストフィラの植え替えをしていこうという動画です。はい、ホヤ・カリストフィラっていうのはですね、ボルネオに生息するホヤですね。はい、まあ、そちらを植え替えていきます。植え替える理由なんですが、今まで素焼きの鉢で育てていたんですが、株の大きさに対して鉢が大きいなってずっと思いつつも、めんどくさくて植え替えていなかったんですね。まあ、そいつを、まあ、ちょっと時間が今日あったんで、植え替えていこうかなっていう感じです。はい。次。はい。ホヤカリストフィラ。の前に、はい、ポットの説明ですね。はい、素焼きの鉢から、今映っている、黒の、プラポットに植え替えていきます。うん、水はけがいいですね、やっぱプラポットは。底面の、穴が多いんで。はい。で、素焼きを使ってると、落とした時とかに割れちゃうのが嫌で、まあ、もうそもそも落とすなよって話なんですけど、まあ、落としちゃうんですよね、この空間狭くて。それがちょっと何気ストレスで、最近は、ちょっと時間を見つけては、素焼きの鉢を、このプラポットに移し替えるっていう作業を、やってます。はい。カリストフィラっていうのはですね、はい、こんな感じの、もう、めっちゃかっこいいホヤです。うん、この、柄といい、葉っぱの大きさといい、なんか完璧な感じですね。自分が、大好きな、雰囲気の、植物です。この、葉脈がボコボコっとした感じとか、この肉厚な葉っぱ、もうかっこいいしかないですね。はい。で、そう。で、このカリストフィラなんですけど、見た目かっこいいんで、こんだけかっこいいと、ちょっと育てるの難しいんじゃないのってこう、思いがちなんですけど、自分は最初思ってて、それがですね、実際育ててみるとめちゃくちゃ育てやすいんですね。なんか他のホヤ、比較対象あるかな？思い浮かばんや。まあいいや。まあ、とりあえず、育てやすいです。特に何も考えず、かっこよく育てれると思います。まあ、最低限の光と水さえあれば。はい。だいぶ適当なこと言ってますね。すいません。で、ホヤに使っている用土は、自分は、水苔が一番多いですね。なんか水苔で育てているやつが、結局なんか調子がいい気がしています。はい。で、鉢の下には、鉢の下っていうか、鉢の一番下には、水苔でも一応、鉢底石を入れています。やっぱ水はけは大事なんでね。はい。まあ、こんな感じで。ちょっと、鉢底石を詰めて、で、今回はですね、もう本当植え替えっていうか、ただ移植するだけなんで、もう多分すぐ終わります。水苔が、なんか劣化していたら変えようかなとも思ってたんですが、まあそこまで劣化も見られなかったんで、もうそのまま、使ってしまいます。はい、まあこんな感じで。で、まず、どうでもいい話なんですけど、このカリストフィラの動画の、この、アフレコが、今、7テイク目ぐらいです。なんか、どうでもいいこと喋りすぎて、なんかもう、わけわかんない動画になっちゃったんで、ずっと撮り直しました。はい、今映ってたのが、乾燥水苔を放置していたら、生水苔が生えてきたよっていうのを今、ちょっとね、伝えたかったんです。はい、こちら。もともとは、もうその辺に売ってる乾燥水苔なんですけど、ジップロックに入れて放置してたら、復活しました。で、こちらを、ちょっともぎって使ってみようかなって、急に思い立ちました。はい。で、うちの、この温室は、たまに水苔が、復活するんですね。なんで、まあ、こうやって、移植しても問題なく育ってくれるのかなって思ってます。はい。うわ、かっこいいな。カリストフィラ、うん。マジでかっこいい。大好きですね。あ、すいません。ちょ、ミュートし忘れました。はい。こんな感じで、植え替え完了です。まあ、
病気があったわけでもないんで、もう本当になんか特に喋ることもない動画だったんですが正直に言うと、あのかっこいいカリストフィラをちょっと見てほしかったっていう、ただそれだけなんですね本当にすみません。はい、いやかっこよくないですか、カリストフィラ。大本当に大好きで、はい、ただそれをちょっと動画にしたかったっていうだけなんです。すみませんでした。はい、なんかこ、なんだっけ、あ、コメントや、あれ出てこんくなった出てこんくなった、アドバイス質問などあれば、コメント欄に、書いてちょっと教えてください。違うな、コメント、お願いします。ありがとうございました。